セントヴィンセント島は、カリブ海のウィンドワード諸島にある肥沃な火山島。セントヴィンセントグレナディーン領。面積は344平方キロメートル。人口約10万人。最高峰は、標高1234メートルのスフリエール山。南のグレナディーン諸島と共に独立国家、セントヴィンセントグレナディーンを構成する。最大の都市は、同国の首都でもあるキングスタウン。 島の東沿岸部はウィンドワード、西沿岸部は D ワードと呼ぶ。映画、パイレーツ・オブ・カリビアンは、セント・ヴィンセント島で撮影された。セント・ヴィンセント島の海岸は、黒色の浜辺がほとんどで、良質の海面の産地である。他にバナナ、コプラ、ココア、砂糖、香水、アロールートを産出する。1498年1月22日に、コロンブスが冒険し、 発見した日が、サラゴサのビセンテの祝祭日であったため、セビセンテの島と名付けた。後に、スペイン人は上陸したが定住に失敗し、撤退した。1627年7月2日に、イギリスが領有を宣言するも、先にフランス人が入植し、バロアリーを建設した。1763年のパリ条約で、イギリスの植民地として確定するも、 1779年6月16日にフランスが占領。1783年のパリ条約で再度、イギリス領となり、ウィンドワード諸島植民地へ編入された。短命に終わった西インド連邦を経て、1969年10月27日に自治領となる。1979年10月27日にグレナディーン諸島と共に、 セントヴィンセントグレナディーンとして、英連邦王国の一国として独立した。首都は、セントヴィンセント島のキングスタウンに置かれた。西インド諸島で最初に、パンの木を持ち込まれた島として知られる。1789年、太平洋上で、西インド諸島の奴隷たちのための安い食料として、パンの木を手に入れた後、バウンティー号の反乱が起きた。反乱者たちは、隠れ家として、 南太平洋にある無人のことを、ピトケアン島に住み着いた。反乱の後、1792年に153本のパンの木が、セントビンセント島とジャマイカに持ち込まれた。1902年5月7日、スフリエール山が噴火して、火砕流が発生し、1680人が死亡している。 2021年4月9日、スフリエール火山が1979年4月以来となる噴火活動を開始。島内は火山灰に覆われ、停電状態が続いた。グレナディーン教区以外を赤色に着色した地図同国は連邦制ではないため、セントビンセント島は独自の政府を持っていない。島は5つの行政教区に分割される。国勢調査は、 これとは別の区画が設定されており、合計11の区からなる。なお、セントジョージ教区にが管轄する、ヤング島は地理的区分では、グレナディーン諸島に含まれる。人口は、島南部に集中しており、国勢調査区域のキングスタウン、キングスタウン郊外、カリアクアの3区には、島全体の半数が居住している。北部に近づくほど人口は、希薄になる。 島のほとんどの都市は沿岸部に位置しており、以下に挙げた主要な都市もすべてカリブ海に面している。幹線道路として、キングスタウンを起点とし沿岸部を通り島の北端へ向かうインドワードハイウェイ、リーワードハイウェイがある。ただしリーワードハイウェイは、島北西部のスフリエール山近辺で寸断されており、島を一周することはできない。鉄道はない。空港は、島南部に、 アーガイル国際空港が所在する。ありがとうございます。